はい、どうもジャヌダルクですというわけで、今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回シーズン変更時の事前アップデートが入ったということで、すでにねこちらの方にアップデートが軽く入ってる状況なんですけど、なんかねその今シーズンからその事前アップデートで色々と追加っていうのがなくなったみたいで、まあ、いつもだとイベントだとか新モード新マップランクリセットだとかはちゃんとねそのシーズン変更時の当日に追加されて、まあ、それ以外のティア変更だとか一部ストアの武器ってのは、まあ、先行的になぜか1日早く使えてたんですけど、なんかねその今シーズンからはそれがちゃんとなくなったみたいですね。まあ、個人的にはその一気にアップデートーンって追加よりかは、まあ、事前とか当日と分けてくれた方が、まあ、ライトユーザーもそのアップデートの全貌っていうのが把握しやすいでしょうし、まあ、満面なく遊べると思ったんですが、まあ、公式的にはねそのまとめて入れた方が盛り上がるって考えなんでしょうね。ただまあすでにこちらねアップデートが入ってる状況なんで、ある新武器というかもうタイトルにしてるんで、まあ、もったいぶる必要はないんですけど、新武器スカがね早くも射撃場の方でね使えるみたいなんで、まあ、そこ中心に今回は紹介していこうかなと思います。でプラスその公式の方から珍しく、今回のね正式なアップデート内容っていうのが、僕らに送られてきたので、まあ、ついでにちゃんとしたねそのリークっていうよりかはもうスケジュールですよねを皆さんにお伝えしようかなと思います。ではまず最初に起動画面のねキービジュアルが変わってますので、そちらから解説していこうかなと。はい、まあ、こちらはまだ変わってないんですが、こちらがね、次のシーズンのコンセプトとなっておりまして、もう明らかなるゴリアテなんですけど、これねジャガーノートって言われるみたいで、次の新モードがジャガーノート1人 vs、敵プレイヤー5人みたいな、その 1v5 とか 1v6 みたいなその対象型のなんかちょっとねモードが来るみたいなんですよ。でその際に無理やりねその次のシーズンの MW っていうコンセプトを使うためにジャガーノートって呼んでるみたいです。はい、ぶっちゃけゴリアテですね。ただもしかしたらアップデートでね何か追加されたりだとか変更されるかもしれないので、まあ、そこもちょっと注目していきたいですよね。でこの段階でちょっとチラチラと見えてるのが次のスキンキャラクターで、なんかピエロがいたりだとか色々としてますよね。では広告も若干変更されてますので軽く説明するんですけど、まず1枚目がマカロフっていうね、こちら MW のボスキャラなんですけど、まあまあちょっと前にこれ追加されたんでちょっと今回は割愛させていただいて、クレジットストアは7月10日にアップデートエピック RS79U にムーンストーンなどなどっていうね、一応こちら無料コインの方で獲得できる武器のラインナップが変更されるっていう告知ですね。はい、まあ、特にお目当てというか目星のはないんですけど、個人的には BK がめちゃめちゃかっこいいかなと。はい、でお次が新しいシーズンは7月10日に登場、史上最高に盛りだくさんの50ティアーっていうね、毎回 COD 最高ってなんか史上最高とかつけてんなみたいな YouTuber サムネかなって感じなんですけど、一応ね次がめちゃめちゃ最高らしいです。でこれキャラクターがちょっとチラ見せされてまして、左が、テンペストおじさんで、左から2番目がおそらくまあ MW のキャラクターなんですよ、クルーガーだっけなっていうキャラクターで、真ん中がデンプシーっていうあのゾンビのキャラクターですね。で一番右がディーパーっていうロボットキャラクターかなと。でここまでのそのキービジュアル見て、あれってどういうコンセプトなのみたいな、先ほどねあのゴリアテをジャガーノートって言ったりとかね、今回のこのキャラクター見てもあんまわかんないんじゃないですか。一応まあ前シーズンって言ったら毒ガスでね色々とあったって感じなんですけど、もう今回はわけわからんぞというのがあると思うんですが、一応ちゃんと固まってるみたいで、瓦礫の中からフォージがやってくるコールオブデューティーモバイルシーズン8っていうね、もう余計わかんないですよね。一応まあそのフォージっていうのがその火事場みたいな意味合い、まあ仕事場とか意味合いがあるみたいで、まあいわゆる先ほど毒ガスでちょっと荒廃した世界があって、まあそこからこう、なんだろうな、マッドマックスみたいな形で限られた物資で作っていく、それこそ有刺鉄線かける銃とか、ダクトテープとスクラップを使って銃を作るみたいな、一から作るみたいな形の、まあそういうちょっと古めかしい感じな、まあ北斗の拳みたいな感じの世界観の FPS かなと思っていただいていいのかなと。だからまあ次はその銃系じゃなくて刀っていうね、オペレータースキルも追加されますし、爆発物が2個持てるっていうね、荒々しい感じが、次のシーズンの、コンセプトとなっております。で一応まあ公式からいただいた文章なんですけど、まあ先ほどの、キャラクター4人が、追加バトルパス報酬となってて、その他も DRH っていう先ほど言ったスカーですねがバトルパス報酬となってて、最終的には AK117 のキットバッグっていうのがもらえるみたいです。でまあコンセプトに絡めてバトルロワイヤルではブラックマーケットってことで、隠れ家で新しいエリアが利用可能に、修理ツールを使って何を明らかにしようみたいな、まあ、ちょっと日本語がばいところはあるんですが、一応まあその先ほど言ったその作業場とか何かクラフトするっていうのが、バトルロイヤルの方で楽しめるみたいです。一応まあパッチノートとしてはその KN44 が安定性とダメージが低下と、これめちゃめちゃありがたいですよね。もう本当に今 KN ばっかなんで、そこら辺はすごいありがたいかなと。でその他としてハブラと KRM、DRH がトレーニングモードで利用可能になっているっていうパッチノートが書かれております。はい、なのでね、本当だったら明日に、新武器が使えるはずなんですけど、なぜか射撃場で、先行プレイできるということで、早速使っていきましょうか。では早速新武器目当てで射撃場やっていきたいと思います。さあ何気に久
久々射撃場。まあ、すでにこちらの方でね、先ほど言ったハブラ、スカー H、KRM が追加されているということで、一応こちらのボックスですね。いやー、皆さんどうですかこちら、スカー H。まあ、若干見た目違いますよね。なんかここら辺がなんかこう、原型ブレイクしてる感じなんですけど、実はこれ MW で登場するザ・トレイターっていうね、バリアントをまんま使っておりまして、これにフォージタックの20っていうね、拡張バレルをつけてるんですよ。なので、遠距離がめちゃめちゃ強いコンセプトのスカイ H となっております。一応まあこういう形で、ノーマルスキンのハブラと、あと何気に、無料解放は初めてだよね、KRM。まあ今まで課金でしかゲットできなかったんですけど、おそらく今シーズンの何かしらのイベントで使えるようになるんじゃないかなと。はい。まあっていうのはちょっと置いといて、やはりお目当てのこちら DRH ですよ。よいしょ。いやー、皆さんどうですか見た目。リロードすると、こんな感じ。いいですね。このマガジンを握ってマガジンでリロードする。おしゃれ。で、銃声はこんな感じ。まあなんか若干こう重いよね。まあザ・スカーって感じの銃声はしてくれてるんですけど、見てください、弾数。20発とめちゃめちゃ少ないです。で、レートも中程度のレートなんで、ザ・アサルトライフルってよりか、ちょっと重い感じのアサルトなんですよ。じゃあこれめちゃめちゃ強いんじゃないかなと。今まで弾数ね、30切ることなかったじゃないですか。20発とめちゃめちゃ威力が高いんじゃないかなと思ったそこのあなた、いきますよ。1、2、3、4と、はい、4発キルなんですよね。思いません？あの新武器のマンオーウォーですら、1、2、3発キルができるんですよ。1、2、3。弾数20、このレートで4発キル？それさ、KN で良くないと。1、2、3、4。うん、KN で良くないと。しかもこんだけレートもあるし、ブレないと。絶対こっちの方が強いやんって思ったそこのあなた。っていうか多分他の実況者も、めちゃめちゃ弱いですと。弾数これで4発キルしかできんのうんこじゃねみたいなこと絶対言うと思うんですよ。実はこれね、落とし穴がありまして。まあ、この見た目のフォージタックは全く関係ないんですけど、実はこれ公式からちょっといただいた文章で、こういうことが書かれてあったんですよ。新武器 DRH、胴体へのダメージが高い装備可能弾薬を持つ中程度の連射速度のアサルトライフル。これどういうことと。あると思うんですけど、実はこれ在庫系2っていうね、一応まあコールオブデューティーの BO4 であったアタッチメントなんですけど、それこそスカに付けられるアタッチメントがありまして、胴体へのダメージが上がるアタッチメントがあったんですよね。そうってことはですよ、そのアタッチメントを付けることによって敵のヘッドショットダメージだとか下半身は変わんないんだけど、胴体ってところに関しては3発キルができるようになるかもしれないと。これちょっと胸厚じゃないですか。そうだから弾数が少ないんだけど、そのアタッチメントと組み合わせることによってめちゃめちゃ溶けると。でかつこれ多分射程距離がめちゃめちゃ高いんですよね。だから、いきます。1、2、3、4、5。まあ、ここ5発キル。1、2、3、4。っていう形で、まあ、多分射程距離は普通にね、長い系の銃になってると思うんですけど、それと組み合わせることによって、ワンチャン最強になるかもしれないと。っていうか、多分化けます。だからまあ、拡張マガジンと、先ほど言った、胴体へのダメージが上がる。それこそ、リークで DTM っていう新弾薬がリークされたんですよね。おそらくまあ、それが使えるようになるんじゃないかなというか、このスカー限定で解放されるんじゃないかなと。で、それプラス、食い泥だとか、グリップとかつけて、ちょっとね、打ち合いを強くするということで、おそらく化けます。はい。いやー、これ楽しみですね。まあ、弾数少ないからね、1体しか持っていけないんですけど、3発キルができて、まあ、このレートとこのブレで3発キルできるんだったら、もうマンオーウォーいらなくなりますからね。はい。ということで、ちょっと癖のありそうな感じもしますが、おそらく新アタッチメントと組み合わせることによってぶっ壊れる感じになってくるのかなと思いますので、よかったらね、そちらの動画を見てください。これで弾薬追加されてなかったらすいません。公式を恨んでください。はい。ということで、お次ね、無料解放されるかもしれない KRM 使ってやっていこうかなと思います。こちら KRM ラーバっていうね、ゾンビの方で追加されたやつなんですけど、レーザーサイト、ロングバレル、サプレッサー、こちら使ってね、ちょっと荒らしていこうかなと思います。いや、普通に強いからね。うん。まあ、パッチとかで修正云々は書かれてないんだけど、ワンちゃんね、至近距離系のところで荒らされる可能性があるんで、KRM によって。そこら辺もちょっと楽しみというか怖いところではある。さあ、右からは誰も来てないから、ちょっと左の方から回り回って。いるんだよな、あそこ。こっちから行くか。よいしょ。結構引いてますね。ちょうどマンオーウォーを使ってますね。多分ね、マンオーウォーは超えると思うんですよ。レート力だとか、その安定性で言ったら、マンオーウォーよりも高かったので、スカーさん。ワンチャン弾数の少ないだけであって、威力だとか、そういったところは、まあ、化けるんじゃないかなと。そこです。オッケー。さあ、スライディングなんて関係ないぜ。よいしょー、オッケー。この出会い頭の強さ。よいしょー、強さ。で、一旦リロード。いいねー。あー、そこおるなー。どうしよう。顔出せ。別にこれ構えなくてもいいっていうのが強みなんだよな。腰打ちでも全然ワンショットワンキル持っていけるっていうのが一応強みかなと。あ、真下来るね。はい、こんにちは。うわ、うい、おった。おい、かわせお前。逃げるな。戦え。よいしょー。はい、逃がさないよ。リロードする。言えばない。いるね、そこ。はい、そこ、スライディング C の、おい、クソ雑魚。これ、バックパックがクソでかいやつじゃん。さあ、マンをいただきましょうか。
角間がつけてんな、魔王に。多分、まあ、唯一の弱点としては球数と、あと、あれかな、ヘッドショットに対する倍率っていうのは多分変わらないから、そう、いわゆる足とか当たっちゃったらダメなわけですよ。スカイ1さんの場合は。そう、大口径2って言ったら胴体だけのダメージなんで、下半身に対してはダメージ発動しないんですよ。魔王でカット。そこがやっぱ弱点かなというところで、安定性に関してはね、結局のところ、KN だとか、他の武器になってくるところはあると思うんですけど、けど基本的なその胴体に対するところ、まあ、大半当てるのって胴体じゃないですか。まあ、そういったところで言うと、かなりね、映えてくるところはあるんじゃないかなと思っているんですけど、いますね、そこ。おい、クソデカリュック。クソデカリュックこんなん、オッケー。で、左いますね。そこ、とりあえず、ナイス。いますね。お、いやー、最悪クソ外した。オクパコ、マックス。コンセプトがわからん。オクパコのことなんかな。マニアックですね。はい、そこに、よいしょ、投げ込む。で、食らっているところを、この、ハンドガンで殺したいけど、違いそう殺していくんです、この男。いや、結構ジジしてんだよね。1枚ま、死んでくれへんかな。あとは手前いる。オッケー。さあさあ、結構あれだね。普通にプレイ合いますね。はい、カモン。カワセ。いるのは分かっているんだけど。すいません。はい、オッパコカット。オッケー。ここに一旦予防線を張る。オッケー。で、そこの進路を防ぎつつ、オッケー。は？オッケー。オッケー。は？反射。あぶね。クソイムで助かった敵が。うっ！おい、クソデカリコンナ。おい、クソデカリコンナ。さっきから出会い方が全て最悪だな。ユーブオンライン？多分これで勝てますね。いやー、KRM 普通に強いからさ、無料解放された時なんか一時的かもしれないけど、普通に湧きそうだよね。めっちゃ湧きそう。正直、ショットガン僕あんま好きじゃないんだよな、その今作。それこそシーズン1とかクソ雑魚すぎて、もう使い物になんなかったから、もうそれ以来使ってないとか練習すらもしてないんで、いやー、ちょっと練習しとこうかな、ね。はい、ということで、今回ね、新武器のスカイ1と、あと無料解放されるかもしれない KRM 使ってみました。まあね、パッと見の性能はいまいちなんですけど、まあその診断薬ってその公式から教えてもらった情報だけ聞くとすごいね、ワクワク感というか、まあ新アタッチメントも追加になってくるんで、まあ次のね、そのアップデートかなり楽しみになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。